あ、岡山さん、ありがとうございます。こんばんは。喋るだけの1時間は大変ですね。頑張ってくださいということで、ありがとうございます。昨日続も行きけはは、ったね。そうなんですね。ね。昨日も来ていただきまし昨日て、も本当たにくどうさもんありがね。とうございます。昨日もたくさんいてはったもんはね。い。はい、昨日はすごい多かったですね。ねえ、す特ごにかっ書たきね。込みもたくさんしていただきまして、すごかった、すごかっはた。い。ありがとうございました、本当に。今日はおしゃべりべりやね。はい。しゃね、べくライりブはし、は、しゃべくりは得はい。意やろ、せやけど。で、しゃべっくりは、いやー、得意じゃないんですけど、ただ思ったことはって言ってるだけなんですけどね、いつもね。なんか、いつもは、熊谷さんと二人でね、お話しすることが多くて、結構熊谷さんに、突っ込まれるので、それで話が続くっていう。ゆったりまったりやもんね。そうですね。ねえ、ええ感じで喋ってるはい、から。頑張ります。頑張れ。で、いきなり銀杏ショックを。はい、来ていただきまして。これやっぱりインパクトあるからね。ありがとうございます。ね、それこそ、のりさんは、ゆうきみくさんっていうね、素敵な、モデルさんでいいのかな。お歌も歌われてる方で、その方のユーストリーム番組に私がゲストで参加させていただいて、その時の、ね、担当がといいますか、のりさんもいらっしゃって、そこで銀杏ショックを聞いていただいてから気に入っていただいたっていう感じですよね。銀杏ショックはね、前から聞いててね。あれ、そうなんですか？ 面白いなっていう感じで。ね、北海道らしい歌といいますか。なんで銀杏ショックやなっていう感じだったけどな、最初。ね、いや、そうなんです。たまたまね、銀杏が嫌いだっていうことについてものすごい熱く語っていたら曲になってしまったという。それがすごいね。はい。ということでね、お送りしてますが、お、なんか、見てくださってる方がだんだん増えてきた。あ、空花さんも来た。ゆいさん、おしゃべり頑張って、ありがとうございます。頑張ります。今日は頑張りますよ。歌頑張ってじゃあおしゃべり頑張ってね。ねえ、いや、いつもは、しゃべれなくなったら、じゃあ弾きますかってなるし、音楽弾くのよりちょっと疲れたなと思ったら、じゃあ喋ろうかな、みたいなね、感じになりますけど、今日はね、喋りだやっぱけっ大て阪こへ来るからちょっとしゃべりを と。そうです練習ね。しとかなあかんね。ツッコミとか覚えた方がいいですか？ ちょっと慣れるまでね、はい。慣れが必要やけどそうなんですね。ちょっとね、タイミングが2歩ぐらいずれるかもしれないですけど、そ頑やけ張っど、て。挨拶だけはね、大阪弁ではちょっい。と言うた方がいいかもわからあ、そうなんですか。なんて挨拶したらいいんですかだね。から、こんばんはって言って。こんばんはって言えばそういいんですそう、そか。んな感じで言うたらいける。なるほどね。イントネーションが違うんですね。ちょっと京都とも若干ちゃうからね。あ、レイヨンさん、こんばんは。ありがとうございます。あ、こんばんはって言わなきゃいけないかこんばんはって言うと京都っぽいね。そうなんだ。こんばん大はっ阪、て。こんばんはって言えばいいんですか。あ、和を伸ばさない方がいいんですね。あ、難しいですちょっとね。ちゃうね。はい。ここはゆいちゃんの本当のお部屋ですか？あ、本当のお部屋、そういう意味？ そこ聞いちゃう？ 内緒です。ボスタジオです。っていうことにしといてください。ごつパーソナルね、もろなんか、部屋って感じの部屋ですけど。まあ、そこは。今日は札幌、まさか雪は降ってないね。昨日の夜は降ってましたね。降ってたんや。はい。今日は、ちょっと溶けて、道路もやっと、ブラックアイスバーンから若干解放されたんじゃないか、ぐらいな感じですね。そうはい。か。そうなちんょっでと想す。像つかない。もうまだ全然雪山高いですよ。高いところだったら普通に2メートル、1メートル、2メートル
あるとこもあるんじゃないですかね。とってもっていないけう。ど、様子まんは。桜の佐の字なんて何もないですからね、こっちは。花すら咲いてないですから。花がまだ出てきてない感じやね。そうですね。まだね、何にもですよ。もう、早く春来てほしいですよ。昨日、春よ来い引いたから、早く春なってほしいんですけど。まあこっち来る境に先に春を感じれるよね。そうですね。2回春を感じれるから、すごく美味しい感じですそれはね。ものすごくいいや。はい。岩崎さんいらっしゃいました。ありがとうございます。ツッコミは無理だなって、いや、ツッコミ、私だってツッコミするときいつもしてますからね、ちゃんとね。ということで、はい、大阪、4月3日に大阪ライブ初めてやらせていただくことになりまして、それに向けての緊急ユーストリーム配信ということで、今日は鈴木めちゃめちゃ喋ってますね。なんでこっち来るようになったのかな、もともと。あ、そうなんです。鈴木はですね、4月の1日に京都でお仕事がありまして、それが、エレクトーンのお仕事なんですけどね。鈴木は、今はピアノ弾き語りですけど、エレクトーンずっとやってまして、それのお仕事で、お寺で演奏するんですよ。それすごいね。なんかお寺の京都にそのお寺の総本山というかありまして、でそこで毎年その4月1日に音楽法要っていう、すごい大きな1年に1回しかない催し物があるんですよね。最近よくやってるもんね、お寺、音楽をお寺でやあ、るっていそうですね、多いですね。で、その音楽法要って1年に1回の催し物は、なんかすごくずっと前からやられてて、で、それを合唱団がいて、で、その合唱の伴奏をエレクトーンとティンパニでするっていう、そういう催し物があるんですよね。で、そのエレクトーン奏者に選んでいただきましそれて。すごいな。その北海道の札幌から京都へっていうのか。はい、そうなんです。それで、す去ごい。年もやらせていただいたんですけど、はい、今年で2回目になりますね。はい、で、去年はその京都に行くこと自体もかなり久々といいますか、修学旅行でしかほとんど行ったことなかったので、なんかドキドキみたいな感じで、ライブまでする余裕があんまりなく、はい、ちょっとはやったんですけど、でもそれで今回は、またやらせていただけるってことだったので、のりさんとも知り合ったことですし、大阪に行けるかもしれないっそれは嬉しいこて。とやったね。ね、どのくらい離れてるとか全く気にしないで、とりあえず、でも通り道だからいいかなみたいな。せやそけんなノリで。ど、京都でそのお寺で演奏って、それは観光客がお寺に来るわけ。どっ檀ち家かのという人と、とか。そうですね、どっちかというと、そのお坊さんですとか、その宗派の方とかが全国から集まってお参りをするみたいな、そういう行事ですほうね。ほうほう。なので、合唱団の方も、その宗派の方が多いというか、まあ、違っても全然参加もできますし、私も、まあ、たまたま同じ宗派ですけど、別に なんていうんですか、そこに、どっぷり使ってるとか、そういうのとはまた全然違うので、別に関係ないんですけど、はい。すごいね、そやけどね。そうなんです。ありで、がたいこそとに。はい。の、京都に来るのに、はい。札幌からは何で来るの？あ、飛行機のピーチを使ピーチいですます。ね。のりさんが言うピチピチピーチですよ。ピチピチピーチね。いや、ピーチはね、関西空港を拠点にしてんねはい。ああ、そうなんですん。だからね。ベースが関西空港なんで、だから頑張ってもらいたい。そうなんですよね。なんか、でもこの前、つい3日ぐらい前かな、ジェットスターが、なんか、札幌から関西までの
片道が2980円からやるみたいな、そんなんだったかな、なんかあって、で、まあ、普通にやっても取れないと思うんですけど、嘘、帰りだけでも乗れたじゃんとかちょっと思いました。あ、もう予約しちゃいましたが。テトさんもね、関西を第二拠点にするって言ってんけど、それはちょっと今取りやめになってるみたいあ、そうなんですか。ピチで。ピチピーチがいらっしゃるからピですチピチか。ピーチが頑張ってるからな。なんかちょっとユね、ニークやからね。そういう安い飛行機のおかげで、私もちょっと気軽にいろいろ行けるようになるんじゃないかとねえ。思ってはいるんですが。これからちょいちょい大阪でライブとかいうこともできるかもわからないし。はい。いや、本当ですよ。だって、ピーチ使ったら、なんか結局いろいろオプションがあるじゃないですか。で、日にちが変えられるとか、万が一のための保証がついてるとか。で、一応、今回は、まあ、元値がすごく安かったので、いろいろオプションをつけてみたんですよね。それでも1万、片道1万しないくらいだったので、安いわなね、やっのぱで、ね。東京、東京に普通に行くより安いみたいな 感じになってて、ああ、そうかそうか。はい、だっ観た光らは行け初る。めてじゃないわね。はい、関西空港はその去年と、あと違う時にもちょろっと行ったことあるのかな。でも私は神戸空港も結構行ってたので、あ、そうなはい、この辺ですね。今回、てっきり走るかとって言うてよ。久 保さん、あ、走って大阪まで。何日かかんですか？関空、今回、着くところは初めてやと思うわ。ああ、そっか、そうですよね。第二滑走路ができてて、うん。で、そこにピーチが到着するんで、ああ、そうなんですで、そか。っから楽しみバスで移動せなあかんねん、降りてから。だ。ああ、バスね。第一ステーションの方にね、はい。電車乗るのはそこやから。それからまあ初めての経験みたいなもんやわ。そうですね。まあでもバス移動は全然違う飛行機でもよくあることなんで、全然で、大丈夫で京す。都行くにははるかやね。はい。そうです。特急はるか。はい。ええな、乗ったことないのばっかりや。地元の方そんな乗らないです地よ元ね。ではなかなか乗る機会がないからな。そうですよね。そうか。はい。そうなんです。とい昨うことで日、ね。そうやはい。ね、黄色好き言ってたんかな。はい、黄色ね。大好きですせやからね。鈴木唯とおしゃべり黄色にしたんだよね。おお、本当だ。ありがとうございます。キリンとかね、ガエとかいろいろ黄色に合わそうと思って。はい。嬉しいです。そうなんです。黄色がね、すごい好きで。まあ、特殊な色とかを言えば、ホワイトパールとかも結構好きなんですけど、パール色なんてそんなないのでね、黄色がすごい好きですね。はい。それでは、そろそろ、なんか大阪ライブの、なんでしょう、こう、概要とか、お話しした方がそういいですかな、ね。ね、と思いますので。大阪に住んでいる方がどのくらい見てくださってるのかちょっとわからないですけど。結構先ね。かって、ピーチのこととかみんな知ってはるもんね。そうですね。結構利用してる方多いんですね。よかったです。で、大ね、阪入りは、いつ？大阪は4月の2日？ん？ 2 日ですね。2日の夕方ぐらいに行く予定ですね。はい、どっか。昼間はちょっと京都でお花見をしようかと。はい。ね、なんかいい写真撮れたらツイッターとかでもね、アップしようかなと思ってんですけど。それは楽しみやはい。あとは結構もう桜咲いてるんですか、大阪は。桜どうやろうな。まだ実際もうそういうこと膨らみ出す早いもんね。あ、じゃあまだ一応咲き始めてはいないですか。と思うねんけどな。最近近くのとこまだ見に行ってないからな。ああ、そうなんですね。
そっか、もうちょっとあと5日間ぐらいあるのでね、頑張ってほしいんですけど。あ、近く桜記念とかあるからね。そうなんですね、楽しみだ。なかなか北海道ではね、はこい。の時期には見られへんもんね。そうですよね、いや、ほんとそうです。3月はまず無理ですからね。3月は無理違うかか。な。雪降ってますからね、昨日もね。すごいな、考えたらな。いやー、本当半年冬ですからね、北海道は。で、ライブのはい。こと、なんか。ライブのお知らせをさささっと言いますと、というかまあ、このライブのために今日はね、緊急ユーストリーム配信ということで、ライブをせず、1時間喋り倒すという大スケ変ジュールが。そして頑張って大阪弁で「こんばんは」って言うっていうね。こんばんは。「こんばんは」ですか。そう。そっか、また京都になっちゃった。 難しい、本当難しいですね。ということで、4月の3日ですね。7時半スタートでいいんですかね。7時半スタートね。はい。で、場所が堺市のバー街の明かりっていうお店でやらせていただきますね。で、チャージは1500円。ドリンクは別になってます。で、あと、私が、基本的にキーボードでね、弾き語りするんですけど、ギターの松浦翔吾さんっていう方が、なんと、サポートで入ってくださるということで、初めて向こうでお会いするんですけど、ね、すごい楽しみですね。これも結構楽しみやねんな。はい。ね、のりさんが紹介してくださいまして。ゆいいちゃや、んどんな方のなんでしキーょボードとう。ギターはい。がどうなるかっていうのが結構そう楽なんしですよ。キーボードとギターとのデュオは正直ないので。み。そうか。はい。違う方の曲をね、自分がサポートでやらせていただいたことはあるんですけど、自分の曲をギターとだけでやらせていただくってことがなくて。それかはい、ら、いつも熊谷さんはあれ、ベースになんかな？そうです、そうです。熊谷さんはね、ギターっぽく見えますけど。はそれから、ちょっとどういう感じで違うんか、また、それもまたそう、楽い。しみやわね。いつものベースね。とまた、違うん。う感じになって。はい、本当に楽しみですね。そして MC まで、アキさんというこ方れががまやたってくな、ださるということで。これがまたな、心配やねんけど。いやでも、アキさんはね、それこそ、こちらの、チャンネルですよね。アキとおしゃべりということで、結構、ベテランさんでお話しされてる方ですから。ベテランなんかどうか分からんけどな。ね、私もちょっとだけ、参加させていただいたことありますけど。酔うてる時やな。そう、アキさん、その時、夜、昼間、普通は昼間なんですよね、配信してるのがね。で、たまたまそのアキさんが夜にその番組をやられるってことで、私の紹介もしていただいて、私が途中から参加したんですよね。そしたらアキさん途中でいなくなっちゃって、私がなんか前に出てきて、鈴木優とおしゃべり風な感じにちょっとなってましたけど。もう酔ってましたからね、あの時はね。いやー、楽しみですね、本当に。しっかりやりますとは言うてたけど、はい、いやいや。ゆいちゃんの方の紹介はしっかりやりたいとは言うてたけどね。楽しみです。というね、大阪4月3日のライブですね。アイあ、ド、アイドちゃんなんか言っていろんな方が増えてる。とりあえず、天邪鬼さん、こんばんは。顔真っ白やな。え、顔真っ白？いや、ちょっとね、まあ、某スタジオなんでね、設備がないんですよ。いろいろね、前回ちょっと出させていただいた時は顔が青かったんですよね、確かね。青よりはいいかな、みたいな状態でちょっと。色白やもん。まあ、色白っていうことで。なんのこっちゃ。なんとのいうこっこちとゃ。でね。やらせていただいてますけど、中山さん、こんばんは。愛とちゃん。桜の花より夜の蝶。のりさんは桜の花より夜の蝶です。そんなことないです蝶でしよ。ょ。 そんなことないんだ。ジャムさん。プチャールさん、あ、ケント
再検討中。なんとか行きたいって言うてくれてね。あ、ありがとうございます。すみません、本当に平日になってしまって。っていうのはね、その、さっきちょうど言ってたんですけど、4月1日にある、京都の催し物に鈴木はお仕事で行くので、それが終了してからの大阪ライブなので、ちょっとね、曜日がぐしゃぐしゃなんですけど。ちょっと平日になってしまったからね。はい、4月1日っていうのだけはもう決まってることなんですよ、毎年。だから、4月1日がその年によっては、まあ、金曜日とかになるかもしれないし、日曜日になるかもしれないので、ね、金曜日の日、年だったら、土日にね、大阪ライブできたんですけども、まあね、もっと早く行ってもいいんですけど、ちょっと早く行き過ぎなので。ちょっと早すぎるもんね。そうですね。ちょうどなんか残念な曜日ですもんね。はい。あ、カオルさん。ゆいさんのピアノで桜の曲なんかも素敵なの作ってくれそうだと思ってます。ありがとうございます。実はですね、あるんですよ、あ桜るのんや。曲がね。もうあるんですよ。まあ、桜って言葉は一言も出てこないですけど、桜の花と、あと雪の、なんかちょっとこういう物語みたいなね、そんな曲が実はあって、前回札幌でやらせていただいたワンマンライブの時に初めてお披露目をしたんですよね。カンっていう曲なんですけど、で、それがすごい桜っぽいというか日本調な感じでやってるんですけど、まあね、次はいつやれるかなって感じですけど、そのうちね、ユーストリームでもちゃんと、お披露目できたらなと思っているので、楽しみにしててください。楽しみやね。はい。うん、プチャールさん、水曜日に仕事が入っているので何とも言えないのです。なので再検討中です。そうですか。お仕事がめっちゃ早く終わるビームを送っときますので、頑張ってきてください。まあそうやけどね、私も楽しみにしてんああ、ね、本当のりさんにお会いできるのもすごい楽ねん。しみそでれも楽す。しみやけど、う演奏とギターと、でそこに秋のおまけがつくという。ん。いやいやいや、あきさんね、本当楽しみです、お会いできるのが。なのでね、あら、さっき、勝文さん。ゆいちゃんのライブの CM は面白そうだね。ライブの C、え、あ、CM じゃなかった。MC ね。読み間違えちゃった。ライブの MC もね、なんか面白いって言われるんですよね。実は。私普通に喋ってるだけですよ、でもね。はい。何にも面白いこと言ってないんですけど。なんかでも普通にいろんな方とお話ししても、なんか会話のペースが違うらしくて、調子狂うって言われますね。なんでですかね。結構早口なんですけどね、私ね。ちょうどですね、この曲、私は梅酒が大好きなので、梅酒が好きっていう、そういう歌を書こうと思って、で、1番まで書いてたら、1番まですぐできたんですよ。で、じゃあ続きは明日以降作ろうと思ってたら、その作ってた次の日に、東日本大震災になってしまって、そうなんです。ちょうどその時に書いてたんですよね。で、ちょっと間近でね、いろいろ、間近って私は遠いですけど、そのテレビとかね、いろいろなもので見てしまい、そのみんなが自粛自粛みたいな、そういう空気になっちゃったじゃないですか。で、その時に、その歌詞を見返したんですけど、まあ、梅酒が好きっていう内容をいっぱい書いてるわけですよ。で、その明日生きるか死ぬかとかね、そんなこと言ってる時に、私はのんきに梅酒が好きっていう歌を書いていいのかってすごい思ったんですよね。で、もうちょっと日にちが経てば、いいかなと思ったんですけど、でもまさに書いてる最中だったので、ちょっとどうしようって考えてたんですけど、まあでも、いろいろ考えた結果、生きるか死ぬかっていう状況っていうのは、まあ、正直言うと、今の日本だったら結構イレギュラーな話じゃないですか。だから、
大好きなお酒をね、仕事終わりにこう飲んでほっと一息つけるっていう時間が普通だっていう生活がすごく幸せなんだなと思ったんですよね。なのでそれをこう噛みしめる歌にすればいいんじゃないかと思って、その続きを書いてみました。出てるね、そういうなんていうか雰囲気というか、聞いて、はい、その内容そこまでは今初めて聞いて分かったけど、はい、うん、なんかこうなんかこう気持ちが落ち着くというか、はい、うん、ええ感じの曲やなと思って。ありがとうございます、うん、なんかね、その地震がどうのこうのっていうことを別に伝えたかったわけじゃないので、うん、そうやってあの本当ね、曲を聴いてうーってため息じゃないですね、なんか一息、うん、本当に、そうそう、一息ね、ついてもらえる感じになったらいいなと思ってね、うんうん、そうそうそう、だから飲む時にちょっと聴いてたらいい感じになるなと思って、はい、ありがとうございます、うん、そう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 、で、このタイトルの付け方があのいつもユニークやわね。あるゆいちゃん独特なタイトルの付け方というか。はい、そうですね。ちょっとタイトルはインパクトある感じにしたいなといつも思ってまして。うん、このタイトルがすごいタイトルやな。いや、原材料名梅っていうタイトルは結局その梅酒のボトルの裏を見たら多分書いてあると思うんですよ、そうやって。うんうん、梅プラスなんとかみたいなね、うん、でそのあのそれの梅っていうことだったんですけど、うんうん、原材料名梅の後に点がついてんですよ。で最初は点はついてなかったんですけど、うん、あの曲ができたばっかりの時に、うん、原材料名梅って曲があるんですって言ったら、うん、え、原材料って梅しか入ってないのって言われたことがあって、うん、で、あ、梅だけ、いや、そういうわけじゃないなって思って、その お酒は確かに原材料は梅だけかもしれないですけど、うん、でも私がやってることは曲なので、その自分の曲を聴、お客さんに聴いていただいたり誰かに聴いていただいたり、うん、することでその人が感じたこととか全て含めての楽曲っていう感じで、うん、あのしたいなと思ったので、その梅天の後はその聞いてる方の気持ちとか自分の思いとかね、そういう何かまだありますよみたいな、そういう意味を込めて点にしてます。なるほど。このタイトル見た時に、はい、あれ思い出したわ、はい、あの、大塚愛のな、はい、大塚愛って確か大阪ってんけど、あ、そうですね、うん、大塚愛のね、あの黒毛和牛、あの上塩たん焼きかな、はい、680円はい、なんかそれっぽく感じた。ああ、なんか知らんけど、ね、そんな感じをふと思う。いや、ちょっとね、そういうあの題名の付け方の面白さとかはやっぱりそういうのを見ていいなとか思ったのは事実です ね、 ね、なんかもうあの銀杏ショックからずっとそうや、はい。銀杏ショックはでもあのベースの熊谷さんが付けたんですよ、あ、そうなの、題名。あ、そうか。はい、銀杏ショックっていう題名で、うん、銀杏が主役で、うん、なんかそんな曲作れそうだねってポロって言われて、うんうんうん、で、ああ作れそうだなと思って、その1週間後ぐらいに作りました。すごいね。なんかあの秋驚いてたよ、あの5歳から作曲してるって言って、すごいなとか言って。いや、ちょっとね、あの自分のいた環境がそういう環境だったので、たまたまほとんど自分からというよりは作らされたというか、そういうレッスンだったっていうかね、うんうん、作曲のレッスンがあったんですよね、うんうんうん、なのでやってたんですけど、あ、この辺で、うん、タイムライン、お、直樹さんいらっしゃいましたね、こんばんは、あの途中参戦、原材料名梅ね、あ、そうそうそう、きっと昨日から来て原材料名梅を聞いてくださいましたね、ありがとうございます。あとドルプレプレイスさん、あ、なんてお呼びしたらいいのか忘れちゃいました、ごめんなさい。くればせながらこんばんはって言って、こんばんは、ありがとうございます。昨日も来てくださって、うん、はい、あとレイオンさん、毎日頑張ってる女子やのね応援歌でもあると思います、
私も元気づけられましたということでありがとうございます。レイオンさんはすごい原材料名梅をね気に入ってくださってまして、うん、名曲やな、はい、飲む時に聴きたくなるね、ぜひ本当に聴いてほしいですね、うん、あとうぐいひんさん、ね、このアイコンの方ですね、キュートな方ですねありがとうございますこんばんははい、ということで、なんかね、多分ね、私タイムライン、あ、来てくれるかもわからんよ、言うたら。あ、本当ですか、うん、あの、大阪で4月3日にね、ライブあるので、ぜひ来てください。姫路から、姫路から来てねって。ぜひ、姫路から来てください。お願いします。ということで、その大阪に4月の3日にライブすることに、なってまして、でそれの緊急ユーストリーム配信ということで、うん、鈴木がライブをしないでずっと喋ってるっていうそういう番組なんですけどね、途中から来た方ね、そんな感じでやんわりと ゆるりとやってるんですけど、そう、はい、じゃあ、チャールさん、ゆいちゃんの曲も松山配信所のインディーズ音楽配信として配信したいですね。あ、ぜひぜひ配信してほしいです。そのためにはお会いしてサイン付き CD を買うのが先決なんですがそうよねそうですね、ぜひお会いしてサイン付き CD を買ってくださいお願いしますということで、ドラゴンのね、アイコンの方は、ゆずさんのところでのりさんが、銀杏ショックを紹介していただいて、以降聞かせていただいてます。ということで、あ、ありがとうございます。のりさんのおかげですね。タロットショックとかや、何やらショックとか言って。あ、そん時だ。あ、嬉しいです。ありがとうございます。カオルさん、店長するところもユイさんのセンスですよね。ということで、うん、ね、はい、店長好きですね。嬉しいです。天野若さん、ユイちゃんの曲はみんな独特、ライブはもっと独特でいいですよ。なんか照れますね、こんなにいいこと書いてくれたら。なんか、そんな、あ、岩崎さん、梅、桜、次は何でしょう。すぎやっぱり桃でお願いします。桃の曲か、桃の曲ね、いいですね、桃の曲もね、でそうやね、せやけど、はーい、うん、でもね、いや、まあいいや、これはいいやあ、あの、うぐいひんさん行きたいなってことで、大阪ライブぜひ来てください。ぜひぜひお待ちしてますね。あの、詳しくはどこを見たらいいんでしたっけ、ん、鈴木のさっき貼り付けた、え、どこ、何を、大阪ライブのね、あ、さっき貼り付けた、あ、下に、あ、貼ってくれてますね、のりさんがね、大阪ライブのだから、そこのページからあの言ってくれてもいいし、はい、はい、あの、フェイスブックやってる人はフェイスブック の参加申し込みのページ貼り付けてあるから、うん、はい、うん、まあ、私のツイッターにダイレクトメール送ってくれてもいいし、はい、うん、ぜひぜひお待ちしてます。で、あの、そうやね、それがよくわかるね、はい、うん、そんなわけでですね、うん、あ、そうそう、ね、大阪はどこ行きたい、行ってないとこまだたくさんあるわね。まあ今回は USで行かれへんけども、そうなんですよね、うん、ちょっと行く暇ないんですけど、まあ行きたいとこいっぱい残しといた方が気休めるわそうですね、うん、なんかもう全部行ったことほとんどないので、うん、あの、大阪の思い出は、うん、修学旅行でチロッとだけ行ったんですけど、うん、あの、道頓堀の橋のところで、あの、友達がビールの缶を5、6缶開けてるおじさんにちょお兄ちゃんみたいな感じで絡まれてるのを、うん、のりちゃん絡まれてると思って、みんな助けなきゃみたいな、そういう風にして、うん、あ、大阪っていろいろ面白いなみたいなグリコの看板の前やね、そう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 、の前引っ掛け橋やね、引っ掛け橋に見事引っ掛かる友達っていうね、かかそういう思い出しかないですけど、全然引っ掛かれへんかっても愛想ないっていう感じそうなんですね、うん、まあ、あの、グリコの看板とかカニのね、仮の看板とかね、はい、はい、うん、それしかちょっと曲があまり
まあ、今回はね、堺やから、はい、仁徳御陵さんとか、うん、ね、世界一の、あのお墓、あ、うん、あの前方後円墳ですか、前方後円墳、まあ、ね、その辺とか見たことないんで、うん、その辺は案内できるから、なんかピラミッド見るぐらいすごいワクワクですよ、そんな お墓見るの世界一の大きさやからね、はい、うん、いや本当ですね、すごいですね、うん、あ、ゆうたんさんって呼べばいいですね、ゆうたんさん、ゆうたんさんゆうたんさん、ぜひお待ちしてます、姫路から来れるかな4月3日7時半からです、まあね、うん、できるだけそうやけどね、はい、うん、なかなかね、生で演奏聞かれへんから、うん、まあまあこれを機会にまたね、来てもらえる、ね、そうですね、ことになる、また、はい、まだ行ってないですけど、うん、また行けたらいいなと思ってますね、うんうんうん、ね、はい、それではですね、なんと、9時半から始まった鈴木ゆいとおしゃべりですが、もう22時29分になってしまいました。鈴木しゃべり倒しました、1時間、しゃべり倒しましたこんばんはっていいんでしたっけ、こんばんはこんばんは、うん、そうそうそう、大阪弁こんばんはを、うん、覚えました、はい、鈴木でございます、うん、それではですね、たくさんのご参加本当にどうもありがとうございました。またね、これを機会にたまにね、はい、ゆいとおしゃべりやったらね、ね、すごいたくさんの方見てくださって本当に嬉しいです、うん、ね、喋ってるだけでしたけどまたね、こんな喋る機会をまた作っていただけたら嬉しいです、はい、では最後に、エンディングということでNow をね、聞いていただきたいと思います。本当にお付き合いありがとうございました。4月3日お待ちしております。